はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございますということでね、なんかね、今日宿泊してね、富士見のサイクロン号に仮面ライダー乗せてみたんですよ。その苦肉の策をちょっとご覧ください。それではまた。はい、皆さんこんな感じで、富士見のサイクロン号に、フィギュアーズの旧仮面ライダー1号乗せてみましたっていう感じなんですけどね。まあちょっとね、ちゃんとハンドルとかはね、握らしたいとこなんですけども、やっちゃうと、ハンドル折れるだろうなとか。これもね、ステップをね、何回も折ってるんですよ。まあちょっとね、ちょっとでも仮面ライダーの体重がかかってしまうと、ステップが折れちゃうもうまあね、まあ、ちょっと資金的に余裕があるんだったら、この富士見のサイクロン号ね、もう一回作りたいです。もう一回作りたい、今ね結構高いんだよね。なんかね、Amazon だと4500円ぐらいで買えるのかな、それでも、しかも7月まで待たなきゃいけないみたいな感じなんですけどね、まあとはいってもね、やっぱり仮面ライダーはやっぱりサイクロン号に乗ると段違いにね、かっこいいですね。富士見のサイクロン号とサイズ的にはね、そんなにおかしくはないと思いますよ。こんな感じでね、まあいい感じじゃないですか。なんかサイズ的にはちゃんとしてるね。やっぱり強度的にね、このちゃんとね、ハンドル握らしたりとか、ステップに体重かけるようなポーズを取るとパキッといってしまうっていうね。ブレーキね、リアのブレーキなんかも何回も折れちゃってね、ボコボコなんですわ。いろんなところがね、本当に接着剤の跡がむっちゃ汚いわけ。それがもうすっごい気に入らなくてですね、もう一回作りたい。もう一回作るときはね、この まあね、内部構造とかはね、もう把握しましたから、ステップとかは全部、真鍮線で作り直して、ブレーキなんかもね、ディアブレーキなんかも真鍮線で全部作り直しちゃえば、そこそこ強度は保てるんじゃないのかなっていう。ハンドルはどうしようもないね、やっぱりね。ハンドルはちゃんと握らせるとバキッといっちゃうだろうなっていうのはね、なんせあのフィギュアースのあの爆音のね、刀だって、あの女の子のね、手を握らしたりなんかしてる時にハンドルバキッといっちゃいましたからね。多分ね、フィギュアースだろうとなんだろうとね、やっぱりハンドルはちょっと、メタルかなんかで作ってもらわないことにはバキッといっちゃうんだろうなって感じはしますけども、まあやっぱりね、サイズ感的にはどうかな。フィギュアーズのね、サイクロン号もね、欲しいんですけどね、もう今じゃもう手に入らないですよね。むっちゃ高い。もう5、6万かければ手に入るかもしれないけど、っていうかそこまではね、とてもじゃないけど手が出せない。だったらもう一回この富士見のサイクロン号買ってきて、ガッチガチにね、仮面ライダーが乗っても壊れないぐらいの、強度を保てるぐらいに作ることは、もう一回チャレンジすればできそうな気がするね。でもこうやってやっぱり仮面ライダーがバイクに乗ってるとかっこいいわ、かっこいいわっていうところでね、はい、まあちゃんとは乗ってないですけどね。もうしっかりとね、お尻とか乗せようと思ったらね、ステップがやっぱりバキッといっちゃうなっていう。とにかくね、ステップにちょっとでも体重がかかった瞬間にね、ひん曲がっちゃうんですわ。やばいんですよ本当に。そしてハンドルもね、握らしたらもうアウト、アウトです本当にね。でもまあね、まあちょっと制作途中っていうか、まだちょっとね、仮組のところはあるんですけども、ちょっとね、試作ということで流させてもらいました。いやー、どうですか。大きさ的にはね、問題ないと思いますよ。これぞ、もうちょっとでも本物大きいかな。大きいかもしれないね。まあでもね、その辺はね、おもちゃですからね、こだわらなければ。僕はね、これを仮面ライダーすごい気に入ってますよ。富士見のサイクロン号もね、なんだかんだって言ってもね、こうやって仮面ライダーと一緒に重ねるってことでね、もう一回チャレンジ、もうやっちゃおうかな本当にね、ちょっと考えますわ。はい、こちらの方はね、ハイメタルの方とガチャガチャの仮面ライダー、まあガチャガチャですからね、まあちゃんとしたおもちゃってわけでもないんですけども、
このね、ガチャガチャはこのねハイメタルの、ハイメタルっていうのかな、なんかそういったシリーズのねサイクロン号とサイズ的に一緒なもんですから非常にこれもねいいんですけど、まあ、フィギュアーズねこのポーズがね取れるかなと思ったんですけども取れなかった本当にね残念。ちょっとね体がねこんな風にね思いっきり腕を体に巻きつけるようなポーズなもんですからねちょっと無理くさいなっていうところが あったんですけども、やはりここはね難しかったですね。でもこのガチャガチャもねこのサイクロン号とセットというところでね大変気に入ってる、ガチャガチャでもありますよ。やっぱりサイクロン号がないとねやっぱりこれもいまいちになってしまうんですけども、やっぱり仮面ライダーちょっとねこういうポーズが決まるな。そしてこれもちょっとね珍しいガチャガチャかなと思うんですけど、藤岡弘さんがマスクを持ってる時の仮面ライダー。まあね劇中はねこんな風にねマスクをかぶったりなんかするっていうことはないんですけども、マスクをもうこうやって持ってね記念写真を撮るようなことっていうのはないんですけども、こういうのもねなんかね、漫画版をイメージさせるようなシーンでこういう夢のようなシーンですよね。私は好きなシーンですよこれ。これもなかなかね出来のいいっていうかねそんな出来のいいガチャガチャじゃないんですけども、こうやって飾るのがね結構お気に入りです。そしてこれは2号ライダー、2号ライダーもねこの旧サイクロン号っていうかねこの手のサイクロン号に結構乗ってましたけどね。まあねあのベルトの構造でね前回あのプロペラがねプロペラっていうかあの風車がねまあ気に入らないななんていう話をしてたと思うんですよ。それがですねあの2号ライダーになった時何が嬉しかったのかというと、ベルトにシャッターがしてあったんですよね。あの立花東兵衛さんのレーシングクラブのマークのついた、ベルトがポンと出てきて、風車がないぞと思ったらそれがシャカッとね開いて、風車が出てくるというシーンがありましてね、まあ別に私がこうやって説明したくても皆さんご存知だとは思うんですけどね、そのシーンがね非常にね好きだったっていうかね、あのプロペラがねプロペラっていうか風車がむき出しの状態って非常にこう不安でね嫌だったんですよ。日常生活でもなんかあれに物が挟まったら嫌だなとかねなんかそう思ってるんですけど、ああシャッターがついてるっていうかね蓋がついてるとなんか安心するっていうなんかね蓋外して変身するっていうのもかっこ悪いですからね、シャッターっていうのはいいアイデアだなと思って当時は感心したんですけども、サボテン怪人が今一つ気に入らなかったと。まあ、それとね、この 2号ライダーから変身っていうね変身シーンが入ってね、バイクに乗らなくても変身できるようになったというね、まあちょっとねそこでねリアリティゾーンが復帰したっていうか、わざわざバイクに乗ってうんぬんかんぬんっていう説明がなくてもね、これで十分だなっていうふうには思ったような気がしますね、あれはね。なんかねあの制約がねちょっとね物語上ちょっとめんどくさいなと自分でも思ってたんですよ。なんとにかく変身前にバイクに乗って風当たんなきゃ変身できないって言うのもなんだかなとなんかもう、スマートじゃないなとは思ってたもんですからね。まあそんなところでサイクロン号、いやーやっぱりねバイクに乗ってるとかっこいいですわ。いいねやっぱりこのフィギュアス。あこれってなんか今回3回目だと思うんですけど外れた人って結構 いらっしゃるんですかね。なんかねなんかこんな浮かれてて申し訳ないなって、本当に抽選販売っていうのはねひでえなって話でね、当たったからいいですけどね外れたらねもう泣いてましたっていうかね、二度とフィギュアは手にしないとこうと思ってたんですけども、まあ、当たって定価で買えたからまあいいかみたいな感じですけどね。まあそんな感じで仮面ライダーのサイクロン号も、気に入ってますよ。もう一回作りたい、もう一回作りたい。このねよいしょ、あまだ色の服はまだちゃんとくっついてないからね、このステップの部分がねもうちょっとでも仮面ライダーの体重がかかった瞬間にポキッと折れますこれね。折れる、もうこっちの方もね折れまくり、ここに、ね、ブレーキも短くて見えないね、もうあいや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 なんてね喋ってるそばから落っことしただけで終わらないようにしてもね、もう接着の跡とかひどいでしょこれね。まあこんな感じでね、ちょっとの衝撃で折れてしまうという、もうどうしようもないしね、マフラーとかも汚いでしょこれ、マフラー1本折れちゃいましたけどね。
ちょっとのことでね、ポロ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 ってこんな感じなんでさ、その度に接着剤で付け直してはね、もうむっちゃ汚くなってるわけ。それがもう気に食わなくてね、だったら今だったらね、もう接着っていうかね、製造工程とかをね、全部見直して、真鍮線で補強するところを補強して、今だったらこうやってああやってて、いろんなプランを立ててね、もうちょっとマシン作れるのにな、みたいな感じのことをね、思ってはいますわ。この辺もね、もう最初からね、こんなところにステップ、こんな細いものをね、接着してつけましょうっていう、もう設計がもう 本当にね、いやこれね、仮面ライダー乗せるようなもんじゃないっちゃえばそれまでですけどね。バイクのプラモデルですからね、作った後はもう絶対触らないで見て、ね、眺めるだけですよっていうようなもんだったらいいんですけども、こういったものはなんかフィギュアとか乗せたくなるじゃないですかね。このブレーキなんかもここについてるんですけどもね、これもう折れて折れてどんどん短くなっちゃって、むっちゃ短くなっちゃう、見えなくなっちゃった まあ、ちょっと復旧したらね、またご報告しますよ。それではまた、今日はね、やっぱりね、おもちゃはこっちの方がいいな。壊れない。もうこれのでっかいやつがね、やっぱり欲しいなっていうところでね、やっぱりフィギュア専用のやつがね、いいよね、欲しいね。そんなところです。サイクロン号がないと仮面ライダーはね、今一つですわ。と思ってます。それではまた失礼します。